痩せる美肌フルーツをあなたにお伝えしていきます。今回お伝えしますのはイオントップバリューさんで買えるその美肌にもなれますし、またダイエット効果もあるというフルーツをランキング形式であなたにお伝えしていきますね。で、この今からお伝えしますフルーツに共通するものはこちらです。冷凍フルーツなんです。冷凍されている、フルーツのランキングになるんですけれども、こういった冷凍フルーツというのはこう普段こう食べるようなこうアイスクリームとかですね、アイスバーとかそういったアイスよりももうカロリーがもう圧倒的に低いので、アイスクリームの代わりとしておすすめもできますし、でまた食品添加物などが一切入っていないもうその生のフルーツの冷凍タイプですから、あなたの腸や肝臓に負担をかけずに、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がこう良い状態でいてくれるというメリットがあるんですね。でまたわざわざこう切る必要がない、カット不要なので、もう手軽にすぐ簡単に使えるということ。でまた長期保存も可能ですよね。やっぱり生のフルーツってすぐ傷みませんか？なのでこういった冷凍フルーツですとその慌てて食べる必要もないので、食べ過ぎ防止にもなるというこのダイエット食向きですよね。でまた最後にその適量で済むというのは、そういったことになります。そして実は冷凍されることで生のまんま食べるよりもいろいろなその美肌成分であったりダイエット効果であったり、そういったものがですねレベルが上がるんですよね。ですから生で食べるのも美味しいんですけれども、こうした冷凍で食べるフルーツもそういった効果が上がった状態で食べれますから、もうぜひぜひ今からお伝えしていきます。フルーツを美味しく食べてダイエットや美肌にお役立てていただきたいなと思います。では早速ランキング3位から1位までをあなたにお伝えしていきますね。ではまず3位はこちらです。イオントップバリューのアンデスのふもとで育ったブルーベリーです。でここ簡単自然解凍 OK っていうことで本当いいですよね。私冷凍しているこのフルーツ今回おすすめしてますけれども、この冷たいまんまですね召し上がりすぎてしまうとその腸が冷えてしまうからおすすめできないんですね。じゃあどうすればよいかというと、このようにこう自然解凍した後ちょっとこう常温に戻ってから召し上がるとお腹は、腸を冷やさずにその痩せ菌が元気な状態になることを保ちながら召し上がってみてくださいね。でこちらはですね、形が綺麗なブルーベリーを旬の時期に収穫し凍結しましたということで、本当にこちら美味しくて、私もそのちょっと温めた後ですねヨーグルトにトッピングしたりして食べております。でこちら1袋あたりですね 150g 入ってまして、原産国がチリ産です。チリの国で採れたブルーベリーを使ってらっしゃいます。で1袋あたりがエネルギーが82kcal、 タンパク質が 0.8g、 脂質がなんと0ですね。そして炭水化物が 21.5g ということで、こちら普通フルーツ果物って結構ですね高カロリーであったりその糖質が高いでこう太るってイメージがあると思うんですけれども、こういったベリー系のフルーツというのはそういったフルーツに比べますとエネルギー、要はカロリーも低め、そして太る元糖質も低めなので、もうぜひぜひおすすめなんですね。そしてこのブルーベリーの効果なんですけれども、ちょっとおさらいにもなりますが、まずとにかく糖質太る元が低めなんですね、他のフルーツに比べて。また食物繊維がとっても豊富に含まれておりますから、あなたの腸の大掃除をしてくれて、結果その腸内環境が整えば痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をいい状態にすることができますから痩せれますし、で結果デトックスができるので美肌にもなれるということですね。でまたこのブルーベリーの色素ですね、アントシアニンのこの成分があなたの内臓脂肪の蓄積を抑えてくれる効果もありますから、ぜひぜひこちらブルーベリー美味しく召し上がってみてください。ただしもちろん食べ過ぎには注意なので気をつけてくださいね。ではどんどんいきましょう。第2位はこちらです。イオントップバリューのブランドです。
4種のベリーミックスだから、ね、4種も入ってるんですよ。普通のミックスベリーって大体3種類までが多いと思うんですけれども、こちらは4種類入ってます。で、何が入っているかと言いますと、ブルーベリー、先ほどご紹介したブルーベリーも入っていて、あとラズベリー、ストロベリー、ブラックベリーが入ってます。で、このブラックベリーがこう入ってるって結構珍しいなと思って手にしてみたんですけれども、こちらも簡単自然解凍 OK ということで、アンデスの麓で採れたベリー系の果実をミックスしましたということでですね、こちらはチリ産ですね。で、この1袋あたり先ほどと同じく 150g 入ってます。で、エネルギーは先ほどのブルーベリーと比べてちょっと低めで79キロカロリーです。で、タンパク質が多めで 1.4g で、脂質がもちろんゼロということで、こちらいいんですよね。エネルギー要はカロリーが低いのに、タンパク質量がね、ブルーベリーだけと比べたら多いんですよね。で、ダイエットに欠かせないのがこのタンパク質です。タンパク質が不足してしまうとすぐお腹が空いてしまったり、またあなたの筋肉の元が取れなくなってくると筋肉量が落ちて、結果代謝も落ちて、どんどんこう太ってしまうというですね、残念な結果になりますから、こういったいろんな食材にまずその糖質チェックの数字とかカロリーもね、気にしがちな数値にはなるんですけれども、実はこのタンパク質がちゃんと取れてるかなっていうのがすっごくね、ダイエットには重要ですから、今後ねチェックしてみてくださいね。で、こちらがですね、いろいろベリーが入っているので、ちょっとそのダイエット美肌効果についてお伝えするんですけども、ブルーベリーは先ほどお伝えした通りですね。で、プラスアルファ3つありましてね、まずラズベリーです。このラズベリーがですね、見た目も可愛いですけれどね、脂肪燃焼効果があります。ケトン体があるからですね。あとは珍しいこのブラックベリーなんですけれども、やっぱり色に代表されるようにポリフェノールがすっごく豊富です。そして食物繊維も豊富ですから、お腹の大掃除、結果腸内環境が整いますよということですね。あとはストロベリーはもちろんビタミン C など、こういったベリー系にはその普通の果物と比較しますと糖質も低め、カロリーも低めなので、結果先ほどのブルーベリーだけを見たとしてもベリーミックスの方がカロリーは低かったということですね。でも各々全部糖質が全部低めなベリー系のフルーツが入っています。で、こちらも本当トッピングでもいいですし、私はホットオートミールで手作りミューズリーを作るときにこのベリーミックスをパッパッとかけていただいてます。で、私の娘は私が作ってる手作り豆乳ヨーグルトが大好きで、このですねベリーミックスをトッピングするのが今彼女のですね、ヒット中のヒットで、結構お食事の時に一緒に食べているんですよね。ママ作ってって言われて、もうはいはいって喜んで作ってます。では、いよいよ堂々の第1話、こちらです。イオントップバリュー、アンデスの麓で育ったスライスレモンです。で、こちらは南米チリ産のレモンを使っていて、ハーフスライスにカット、ドリンクやお酒、お料理や蜂蜜漬けなどにお使いいただけます。ということで、これすごく便利なんですね。私別動画で痩せるアイドル水ということでお伝えしている動画もあるんですよね。その時の材料でレモンがいるんです。レモン果汁。そして私そのアイドル水作る時にも、実はこのスライスレモンそのままコップに入れてですね、ちょい足しして使ったりもしています。すごく良いのが、今時期もう冬がもう目の前で寒いですよね。で、アイドル水の冷たいバージョン私今飲んでないんですね。ホットで飲んでます。でもその都度作ってるんですけれども、例えば熱いお湯に緑茶を出してですね、ティーパックで、ちょっと蜂蜜入れて、でレモン果汁をするときにこのスライスレモンをポンと入れると、これがちょっと氷みたいな代わりになって、こう熱々すぎてすぐに飲めないアイドル水がですね、このレモンを入れることでこうすぐにこう冷める、いい感じで飲みやすい温度に冷めるんですよね。なのですぐ飲めるんですよ。ですから、こう熱々のドリンクってこうすぐに飲めないんですけれど、特に猫舌のあなたとかですね、いらっしゃったらですね、猫舌です私っていう方がいらっしゃったら、こういったスライスレモンをカップにポンと入れればこうすぐ飲めますから、しかもそのキンキン冷たいわけじゃなくて、イコール腸内環境にも丸ということになりますから、ぜひ使ってみてください。ではちょっと詳しくこのエネルギー見ていきましょう。1袋ですね、これが 130g 入ってまして、
低いですよね。47キロカロリーです。しかもね、タンパク質があるんですよ、ちゃんと。レモン、タンパク質入り 1.0g。脂質はもちろんゼロです。で糖質が 10.0 ですね。でこちらがですね、いいのが、防カビ剤やワックスが不使用のレモンなんです。通常丸ごとレモン買うと、なんかピカピカ光ってても明らかに、あーなんか薬塗ってるなーっていうレモンありませんか？で私よくお野菜やお肉を50度洗いで農薬を取っていただいてるんですけれども、その50度で洗ったレモンですね、洗い終わった後そのお湯がもう浮いてますからね、こう農薬の膜みたいのがですね、もうこうゾーッとしてね、まあ、そのままこう皮なんかはそういったレモンは有機レモン以外はいただかないようにしてるんですけれども、そういった時もこういった方が逆に安心安全ですよね。で急速冷凍ですから、もう栄養もギュッと詰まってますし、傷みにくいですから、やっぱり冷凍食品っていいですよね。ありがたいなって思います。冷凍することでこんなにいろいろとこう良いことがあったり、まあ、便利であったり使いやすかったり、いいなと思います。なので、まあ、私が先ほどご紹介した、まあ、アイドル水でもいいですし、あとレモンサイル、レモンのお酒を作る時にもこちらおすすめですね。こう熱々のお湯にこのレモン入れて、まあ、こうクラッシュしながらですね、すぐ飲めるんですよね。だから朝起きてもいろいろこういちいちレモン切って絞ってるかめんどくさいじゃないですか。その時にこちらポンって入れるだけでレモンサイドがあっという間にできますから、ぜひぜひこのスライスレモン使ってみてくださいね。さあ、いかがでしたでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をあなたにお伝えすることで、健康的にきれいに痩せるを応援しているんですね。でまた私がお伝えするこのお話であったり、まあ、ダイエット法であったり、そういったことで先生これはどういうことですかってこう疑問に思ったりですね、ご質問ある方はどしどしコメント欄でも良いですし、詳細欄に LINE のリンク貼っておりますから、もう1対1で先生に聞きたいという方たちは LINE からねどんどんコメントくださっているので、私からお返事しております。ではこのお話役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加くださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。